はい、どうも、テラコヤサリー、テラコスタでございます。今回もですね、Excel のグラフについてやっていこうかなと思います。縦棒グラフっていうのをですね、前回やりましたけども、今回はですね、円グラフについてやっていこうと思っております。まあ、例えば、ABCDE というですね、まあ、材料があったとしましょう。材料があったとき、その材料でですね、一つの、まあ、料理を作るとイメージしてください。その料理を作った時に、どれぐらいの割合で、どれぐらいの構成で、その料理に使われているのかっていうようなことを示すような時に使うのが、この円グラフというものになります。もしくは、その営業ベースで言うならば、まあ、グループ会社で、まあ、全体の売上、利益が上がりましたよ。じゃあ、その売上利益っていうのはどこの会社が利益を上げているのか。もしくは、まあ、本店があって支店であるならば、まあ、支店でどこが稼いでるのか、みたいなのをですね、わかりやすく表示するために、使う。そういったものがこういう円グラフというものになります。まあ、で、基本的にですね、この ABCDE っていうね、ものの、量だったり金額だったりをパーセンテージに直してですね、表示するっていうのは、まあ、基本的なスタイルということになります。はい。これね、パーセンテージで分かると、そうか、33%をね、B がですね、一番売上に貢献してるんだな、ね、材料として一番使うんだな、みたいな、形ですね、分かる。こういうことが分かるとですね、まあ、いろいろな、まあ、企業分析ですとか、まあ、行動分析にですね、使えますよっていうお話になっていきます。それどうやって作るのかということなんですけども、前使ったですね、棒グラフをですね、転用してやっていこうかなと思っております。棒グラフで使った、まあ、表ですね、データをですね、元に作り変えていこうかなと思っております。まあ、これは寮で、やっている縦棒グラフですね、月次実績っていうのを前やりましたけども、まあ、そういうのをまあ作りますよと。で、まあ、これは一旦ね、消しますよと。で、作りたいのはさっきの円グラフになりますよと。で、パーセンテージを出さなきゃいけないというところでございまして、まずはですね、サム関数。まあ、サム関数もですね、いずれやると思うんですけども、まあ、サム関数っていうのを使ってですね、よいしょ。この縦のですね、数値を全部合算していきましょうということをやっていきます。これは合算した数字ですね。まあ、売上だとしたら、トータル233万2335円。万円タイプで、万円単位っていうのでやるならば、2335万稼ぎましたよっていうね。すごいですよね。そういう売り上げを叩き出しましたよと。月次でね。じゃあ、これをですね、パーセンテージにしていきましょうって話なんですけども。まあ、簡単な割り算ですよね。この支店の売上割る全体の売上であればパーセンテージが出てきますよっていうところです。で、気をつけてほしいのが、ここね、この全体の売上に関して F4 っていうね、規模のやつを押していただいてですね、まあ、固定をしていただくと、ここの数値は変わりませんよというふうにですね、固定をしていただく。まあ、こういうね、割合の出し方に関しましては、また違う動画でやっていこうと思いますので、それはその時に覚えていただければと思います。まあ、こういうパーセンテージを出す場合には、まず合算して、支店ごとの売上と総売上っていうので割っていきますよということをするとですね、パーセンテージが出てくるようになります。はい。で、1個出たらですね、そのまま数式をコピーしてですね、やってもらえればと思います。ここまでね。あと、こういうふうに出てきますよと。で、この数値だけを見ると、何のこっちゃって分かんなくなるんで、とりあえずここをね、反転してもらって、で、このホームっていう、ホームタブの方に戻ってもらって、このパーセンテージっていうものを押してもらうと、分かりやすいパーセンテージに戻りますよという形になります。はい。で、これ本当に100%なのっていう話なんですけども、まあ、ここのね、サム関数を代用してですね、クリックすると1って出ると思うんですよ。1イコール100%ってことですね。まあ、
ここをね、パーセンテージに変えれば多分 100% で出ると思うんですけども、ここを合算すると 100% になりますよってことが確認できれば OK です。よろしいでしょうか。で、そしたら、このね、B っていらないじゃないですか。あとはパーセンテージだけでグラフを作るので。なので、これを消したいんですけど、このまま削除はしないでください。削除ではなくてですね、セルの非表示っていうものをやってくださいよっていうところです。よろしいでしょうか。で、ここまでやったら、この C のところに、構成比というふうに入れてください。ね。まあ、非表示したやつはこの間にあるんですけども、これはとりあえず見せないで、まあ、このパーセンテージだけ、を表示するような形にしてもらえれば OK です。そして、あとは同じくこういうふうにですね、反転してもらって、で挿入タブの、グラフ、リボンのグラフの中の、これですね。これの 2D 円のこれですね、円というものをやりますよと。すると、こういうふうにグラフが出てきますよと。ね、で、このプラスボタンを押してデータラベルっていうのをピッとやるとですね、こういうふうにパーセンテージが出てきますよっていう形になります。まあ、こうすることによって、まあ、色でね、判例が出てますので、青が東京なわけですよ。ね、千葉が 32% の売上を上げてますよね。で、埼玉が 42% の売上を上げてますよね。一番貢献よ、ね、その月のですね、まあ、月次実績っていう形にはしてますけど、月のね、売上で一番売上げてるのはどこなのかっていうのが分かりやすくなってきますよ、というような形になります。ね、こういうのを作るとですね、営業事務ですごい使えるものになりますので、まあ、こういうグラフをね、作れるように皆さん頑張っていただければと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。この動画がためになったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。